北海道登別市にある橋で、二級河川、登別川にかかり、北海道道七百八十二号上、登別室蘭線を通す。橋の長さ二百四十メートル、アーチ時間百六十メートル、橋面から川までの高さ百二十メートル。九百八十六年十月竣工上登別室蘭線は、室蘭高砂地区から、登別富岩、幌別地区を通り、 上別駅前を通過せず、上上別、カルルス温泉や上別温泉町方面に直通するための道路である。滅別から内陸に入る道路は、平坦な札内の台地を通って上別川中流の深い谷に直面する。新上別大橋は、この谷を越すためにある。1979年に着工し、約24億円をかけて1986年10月に、 完成した。工事に際しては、複数のケーブルクレーンで、橋材を下ろすシャツリ工法が取られた。アーチの上に柱を立てて橋を支える逆ローゼ橋で、ある。よって、橋の上からはアーチが見えない。北西から南東に流れる川に対して、橋は北東から南西方向にかかる。橋の西には、上り別渓谷駐車公園があり、展望台から橋を眺めることができる。 橋と展望台からは南東遠くに太平洋が見える。橋の北には1992年から1999年まで中国庭園のテーマパーク、天下園が営業していた。2019年現在は天下園は解体され、橋からは SJ ソーラー北海道のメガソーラーを一望できる。ありがとうございます。